こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では先日発表になりましたユニクロのコラボレーションラインですね、2つ発表になったので、それをですね皆さんと一緒にシェアをしたいなというふうに思ってます。まあ、このチャンネルでは結構大人の男性に向けてのですね着こなし方だとかおすすめのアイテムを皆さんにお伝えしているかなと思うんですね。ですので、まあ、そういった視点で今回のコラボレーションがどうなのかっていうところをですね皆さんにざっくばらんにお話をしていきたいなというふうに思ってます。今回はですね特に編集も入れずに僕が普段メンバーシップでやっているような形式でさらりとお伝えができればなと思っていますので、ぜひよかったら最後までお付き合いいただければなというふうに思ってます。はい、まあいろいろねユニクロコラボレーションラインやってるじゃないですか。まあ近いところで言うとユニクロ U が発表になって、もうすでにお店に並んでいて、ものによってはもうセールになってたりするので、まあ皆さんもゲットしたかなと思うんですね。で昨年はプラス J だとか、あとはなんだホワイトマウンテニアリングとかね、そういったコラボレーション企画がありましたが、今年はですね、まあ通常のユニクロ U もあったけども、先日解禁になったのがユニクロと JW アンダーソンですね。これは長くやってる企画なので、まあ、皆さんもご存知かなと思うんですが、それともう一つ発表になったのがセオリーですね。ここもなんだろうな、新鮮さがあるコラボレーションというよりは割とこう定番的にやってるところなので、まあ、皆さんも今年来るんじゃないかなっていう形で予想はしていたと思うんですね。まあ、僕もそうで、まあ、JW アンダーソンあるかなとか、セオリーあったら面白いなと思ってたんですが、まあ、セオリーに関しては結構女性との女性もののですねコラボレーションがあったんだけど、前回男性ものがなかったりとか、まあ、そういったことで、まあ、今季あるかどうかはちょっと微妙かなと思ったんですが、今回男性ものも復活したので、そこもね楽しみにしたいなと思ってるんですが、正直なところをね今日はお伝えしたいなと思ってるんですけども、僕たち大人世代ですね、30代から40代以降の男性が、コラボレーションラインを着るときに、まあ、どれがいいのかっていうところで言うと、結構ねコラボレーションラインにもこう特徴があると思っていて、今回の中の JW アンダーソンはよく出てくるきれいめとカジュアルっていう2つの軸で言うと断然カジュアル寄りなんですね。そして、セオリーというブランド、まあ、この本来のブランド自体のイメージもやっぱり大人っぽくてきれいめというところがあるので、反対のきれいめ寄りなのかなと思ってます。なので全然個性が違う2つのコラボレーションラインが並んでいるというのが現状かなと思うんですね。じゃあどちらが僕ら世代に合うのかというと、これはもう言うまでもなくてセオリーとのコラボレーションラインかなと思うんですね。なので、まあ、皆さんもこの2つで迷っているところとか、何買おうかなっていうふうにですね考えている方は少なくないかなと思うんですが、まあ、大前提としてセオリーの方が僕ら世代にはハマりがいいというところは押さえていただきたいなというふうに思っています。そこをですねまず大前提とした上で具体的なアイテムを皆さんと一緒にシェアしていきたいなと思うんですね。はい、ということで僕はちょっとずれますね。こちらにちょっと僕の携帯の画面をですねお見せしながらやっていきたいなと思うんですけども、はい、今僕の携帯の画面ですね、これがユニクロとセオリーのコラボレーションラインのですねトップページになるんですが、まあ本当見ていただくとこの写真自体がかなり象徴的ですよね。かなりねこう、きれいめな雰囲気で大人っぽい、風合いが出てるのかなと思っていまして、これはですね半袖のオープンカラーシャツにショートパンツですね。まあ、ショートパンツっていうものがカジュアルなんですけども、まあ、サイズ感も含めて、配色もそうですけども、すごく大人っぽく上品な雰囲気になってるかなというふうに思ってます。まあ、商品数としてはあんまり多くないですよね。これはもう通常のねセオリーとのコラボレーションラインそうなんですが、まあ、ユニクロ U が結構ボリュームがあって、セオリーとか JW アンダーソンは結構少ないという印象なんですね。まずジャンルで言うと、まあ、ジャケットはねよくやってるんですよね。ジャケットというジャンルでは2型あります。感動ジャケットセットアップ可能ということで、まあ、テーラードジャケットのようなものが一つありまして、もう一着がですね感動シャツジャケットということで、これはねなんかセオリーの中ではちょっと新鮮さがあって、個人的にはねこれ注目しているんですが、まずはね感動ジャケットの方を見ていきたいと思います。これはですね、まあ、ユニクロの通常ラインでも感動ジャケットやってますが、まあ、デザインがちょっと違いまして、大きく違うところというと、ポケットの付け方ですね。こちらの、セオリーとのコラボレーションのモデルは
このサイドにポケットがついてる感じなんですね。僕のねこういうジャケットとかもそうなんですけど、こういう外付けのポケットとかね、こういう、まあ、普通のスーツのポケットなんかもそうなんですが、外についてたりだとか、あとはね、まあ、皆さんも見慣れた通りのポケットっていうのが多いかなと思うんですが、これはねここにサイドについていて、前から見るとポケットの存在感がないという形なんですね。こう横から入れるような感じで、ちょっとこういったデザインっていうのはなんだろうな、モードっぽいというか、テーラードのこう伝統的なあのジャケットという感じよりは少しこうモードに振った感じのアプローチで、個人的にはこういうのもすごくいいんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、なかなか新鮮な感じがします。でサイズ感に関しては少しゆったりめという形で書いてありましたかね。はい、滑らかな肌触りで暑い日でも快適に過ごせる、肩を少し落としてウエストの絞りを緩くした程よいリラックスシルエットということで、まあ、サイジングも少しゆとりがあって、そのあたりは何だろうな、通常のユニクロよりもベーシックよりもトレンド感というところはちょっとあると。そして、ポケットの付け方がこうサイドになることで、すっきりとモードっぽい見え方になりますよというところで、まあ、この、ね、ジャケットいいんじゃないですかね。感動ジャケットと感動パンツのセットアップっていうのは僕の動画の中でも扱っていますけども、通常の、ね、ユニクロラインになると、まあ、人との被りだとか、あとは特別感みたいなものがどうしても損なわれてしまうので、そのあたりですね、こういったコラボレーションラインのちょっとこう特徴としては、トレンド感が程よくミックスされているものの方が僕はいいんじゃないかなと思いますね。色はねこのライトグレーちょっと押しているところではあると思うんですけども、個人的には、まあ、ブラックが使いやすいのかなとは思っておりますね。まあ、ジャケットというところでどういう場面で着るかというと、やっぱりある程度小綺麗に着たいっていうことが多いと思うんですよね。まあ、もちろんビジネスカジュアルの中でこれを使って、ブラックのセットアップ組んで内側 T シャツみたいなスタイルとかもできるし、まあ、カジュアルでもねブラックのセットアップは使うことができるので、僕はねジャケット着る際っていうのはある程度小綺麗な感じにするので、ここは王道のブラックがいいかなと思うんですよね。でライトグレーというのも春らしくて、まあ、旬な色だと思うんですよね。特にこうアウターで明るい色を持ってくるっていうのは、まあ、先日のグリーンレベルさんとのコラボレーション動画でやりましたが、ライトグレーの、ね、コートすごく良かったんですよね。春っぽい色ですごくいいかなと思うんですが、まあ、ジャケットで持ってくるんだったらブラックの方が使いやすいかなっていうところ、それがまあ僕ら30代40代世代の、まあ、一つのベーシックラインとしてはお勧めしたいところかなと思っています。でライトグレーって本当にうまくはまればかっこいいんですけど、素材の感じとか色味のちょっとした違いでチープに見えることもあったりするので、そのあたりがねちょっと心配かなと思うので、個人的にはブラック推しですね。はい、続いて感動シャツジャケットというところ、これはね個人的にすごく楽しみにしていますね。まあ、いわゆるこうなんだろうな、春とかに軽くシャツとか T シャツの上にさらりと羽織れるような、短い丈のアウターって僕はめちゃくちゃ便利だと思っていて、まあ、ステンカラーコートのような丈の長いものも大人っぽくていいんですけども、なんか気軽に羽織って出かけやすいとか、あまりこう歩いている時に邪魔にならないという意味では僕は短丈系のアウターが大好きなんですね。まあ、そういった意味でシャツジャケットは1着は欲しいなと思っていて、ただまあユニクロ U ですね、今期のものはちょっと個人的にはボタンのディティールとかも含めてちょっとなんかあまりしっくりこなくて買わなかったんですが、これはねなかなかいいような気がします。デザイン的にもかなりシンプルで使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。本当にオーソドックスなデザインで、胸ポケットが左胸についているのかな、これが一つのアクセントになるという形で雰囲気良さそうな気がするんですよね。これもブラックとライトグレーの2色というところで、ちょっと詳細を見てみましょうか。はい、まあ、これもサイズ感としては、程よくリラックス感のあるボックスシルエットという形で、まあ、タイトな感じじゃないですよね。なんかセオリーというとちょっと前は細いものが多かったっていう印象なんですけども、まあ、最近のものはちゃんとトレンド感を、ミックスしたような、程よく緩いサイズ感になっているのかなと思うんですが、まあ、そういった点も含めてすごくバランスがいいんじゃないかなと思いますね。で色に関しては、まあ、ブラックは間違いない鉄板だと思うんですが、このライトグレーっていうのを使うんだったらジャケットじゃなくてこのシャツアウターに使うのは僕はありなのかなと思いますね。中にねこうボーダーのカットソーとか、あと僕今着てますがストライプのシャツとか入れてボトムスブラックとかで引き締めてもらえばかなりバランスがいいんじゃないかなとは思いますね。うん、なんで個人的にはライトグレーをちょっと注目していて、
まあ、ブラックも鉄板ですごくいいかなと思うので、まあ、どちらかは買ってみたいなと思いますね。価格も5990円で、このシャツアウターの感じ、まあ、通常のユニクロの、ね、シャツアウターも今季良かったですけどね、昨日も見ましたがオリーブ良かったので、これを皆さんにお勧めしようかなと思ったんですが、せっかくセオリーのものがあるんだったらこれがいいんじゃないかなというふうに思っていますね。はい、続いてシャツというところでオープンカラーシャツ、これねユニクロの定番のオープンカラーシャツもめちゃくちゃ名品で、昨日も見ましたがもう完成度はもう抜群に高いですね。それもいいんだけども、ただやっぱりこう気持ちの高揚感ですよ。もう本当に安い価格でどこでも買えるっていうところで言うと、着てて特別感がないので、そういった意味では、価格もそんなに大きく変わらないので、このセオリーとのコラボレーションのオープンカラーシャツいいんじゃないかなと思いますね。やはりこうモード感のあるようなシャキッとした感じで、ブラックでかっこいいと思いますね。もう写真見る限りではね、めちゃくちゃオーソドックス、シンプルに見えるんですけど、まあ、セオリーとのコラボレーションって言われたらそれだけで気分上がるじゃないですか。いつものユニクロじゃないんだよっていうようなものが自己暗示としてもかかるので、まあ、それって結構僕は大事だなと思ってるので、このセオリーとのコラボレーションモデルがいいんじゃないかなとは思ってますね。まあ、ボタンなんかの作りもちょっとこう表面マットで裏面は滑らかな加工に工夫されているというところで、まあ、すごくね使い勝手も含めてバランスがいいんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、写真を見てもらうと割とこうサイズングはゆったりめというよりはオーソドックスなので、特に30代後半から40代以降の男性には非常に似合いやすいモデルかなと思うので、これは要チェックかなというふうに思ってますね。シャツはこれだけ。はい、まあ、T シャツポロシャツっていうところで言うと、まあそうですね、このあたりはね、まあ、名前の特別感はありますけどユニクロ U とかでもあるので、まあ、T シャツも、どうかな、特に白黒ぐらいだとそこまでこれが絶対だっていう感じはしないですね。あ、これあれなのか、 V ネックなのか、なるほど、なんかもう T シャツとか、ニットの襟元って印象が全然変わるんですよ。丸首なのか V ネックなのかで全然違って、一昔前って V ネックがめっちゃ流行ったんですよ。深めの V ネックに対してこうネックレスとかしたりして、なんかちょっとこう T シャツなんだけども色気のある方向に振ってた時期があって、その反動でなんかそういうこうセクシー路線ってもうちょっと古いよねってところで丸首が、トレンドになり、それが定番化してるっていうのが今なんですけども、まあ、そういったこう V と丸首っていうのは行ったり来たりの連続なんですね。なんでもう丸首がもう圧倒的に多いので、まあ、その反動で V ネックのニットとか、あとは T シャツもちょっとまあ復権してきてるところがあって、まあ、その流れの中でこういった V ネックなんですけど、V の、ね、カットがそんなに深くないので、色気っていう意味ではそんな強く出すぎないかなと思うので、そのあたりはいいんじゃないかなとは思います。ただまあどうだろうな、僕今ちょっと V ネック着たい気分かというと、着たい感じしないな。例えばニットで深めの V になっていて、それをこう丸首の T シャツの上に重ねたいだとか、バンドカラーのシャツの上に深めの V ネックのニットを重ねるみたいな感じはおしゃれ中級者上級者の方がたまにやってるので、それだったらいいんですが、 T シャツ単体で V はちょっと個人的にはまだ気分じゃないかなというところですね。ポロシャツも、まあまあベーシックで、いいんですが、ただちょっと、まあ、ブラックだったらいいかな、シャープさのあるブラックだったらいいかなと思うんですが、なんかね白とかグレー系のこういったポロシャツって失敗するとめちゃくちゃおじさんっぽくなるので、ここは注意は必要かなと思いますね。ブラック一択で、先ほどのセットアップのジャケットですか、このジャケットのブラックともうブラックで締めちゃって、第1ボタンまでしっかりとポロシャツ締めて、その上にブラックのジャケットみたいな形でオールブラックの、ね、コーディネート組んでもかっこいいんじゃないかなと思いますね。まあ、それぐらいかな、使うとしたらポロシャツはまあまあというとこでしょうか。でボトムスはですね、カンドイージーパンツということで、あの昨年もありましたよね。はい、そのあたりで、まあ、このカンドパンツというところが、よりこう履きやすいということで腰回りがイージー仕様になっているのかな。はい、横かな、横にこうゴムが入っていて、伸びるというところなんですね。でこれ絶妙なのが、後ろ全部がゴムになってたりすると、これまたなんかタックンした時にかっこ悪いよねみたいな話を
先日あのグローバルワークで MB さんとお話ししてたと思うんですが、これも横だけゴムなんですね。なんかこういうね、あのアプローチの仕方って僕にとってはあの昨日今日見たっていうよりは、イタリアのパンツブランドのジャブス・アルキビオっていうブランドがあって、そこのねパンツを僕は 3,4 年ぐらい前から履いてるんですけど、そこのボトムスがこのようなサイドだけゴムだったりするので僕はいいなと思ってたんですが、まあ、そういった仕様のものがね最近増えてきましたね。着脱しやすいんですけども、あのシャツとかインしても全然バランスいいような作りになっているので、これは秀逸かなと思いますね。サイズ感も普通の感度パンツよりは少しゆとりもあって、このあたりも含めて僕はいいんじゃないかなと思います。色はまあブラックでしょうね。でこういったなんだろうな、色の表記は何になるのかな、カーキもね、まあ、チノパンみたいな雰囲気ですけど、やっぱりこう小綺麗な雰囲気で作ってあるので、なんかベージュのなんかチノパンで中途半端な休日のお父さんっぽくなるのは僕は好きじゃないんですけども、ワイドなサイズ感に思いっきり振ってあげたいだとか、あとはシャープな、ね、あのシルエットでちゃんと履くのであれば、もちろんこういったベージュカーキっていうのは使いやすい色だと思うので、これはこれであのビジカジも含めて使いやすいかなと思うので、ありなんじゃないかなと思ってますね。ただ個人的にはそんなに履かないのでいいかなと。ショートパンツもいいかな。なんかショートパンツでちょっとタイトっぽいのって、これタイトなのかな。丈もちょっと若干長い感じがしますが、どうなんでしょうかね。着用画像見ましょうか。あ、でもちょっとゆったりしてるのかな。丈も程よく長くて悪くないんでしょうけどね。まあいいかな。これはショートパンツ、大人の男性はねやっぱりちょっとなかなか難しかったりするんですよ。まあ、グラミチとかそのあたりを履いておくのがまあ間違いがないかなと思うので、僕はこれは特におすすめ、めちゃくちゃするってわけじゃないかな。まあ、感動イージーパンツのブラックで、ブラックのジャケットとセットアップを組むっていうのがいいかなと思うので、まあ、このあたりをぜひチェックしていただきたいなと思ってますね。はい、そして、一つだけ女性ものも見ておきたいんですよね。はい、女性の、ね、パンツが結構良かったりするってことが、まあ、前回もありましたのでちょっとチェックしたいんですが、さすがにナイロンパーカー感動ジャケットの女性ものっていうのはね、なかなか難しい、 T シャツも難しい。この中で唯一使えそうなのはやっぱりボトムスですかね。感動タックイージーパンツセットアップ可能、これでしょうね。これは良さそうですね。これは大好物だな。多分タックが入っていて腰回りイージー仕様になっていて、これはねいいんじゃないですかね。腰回りのゆったり加減とか、あとはタックの入った感じ、このセンタープレスがギュッと下まで入っていくっていう感じがすごい上品でいいので、これはね多分あの YouTuber さんが食いつく系ですよね。僕ね腰にこうすごいタックめっちゃくちゃ入ってるやつだったじゃないですか。あれ個人的に全然しっくりこなかったんですよね。なんかシワ感がねなんかこう強く出ちゃうのであんまりだったなと思って、履かなかったんですけど、このようなねタックの入り方だったらうるさくないというか、あのシンプルで使いやすいかなと思うので、これのブラックは個人的には一押しじゃないですかね。さっきの感動イージーパンツよりもこっちの方がいいかな。感動タックイージーパンツ、これは良さそうですね。まあ、サイズ僕で選ぶんだったら L とか、まあ、場合によってはねイージーパンツなので M でもいいかなと思うぐらいなので、これはちょっと見たいですね。発売日がこっちが3月下旬で、男性ものは全部4月なんですよね。なんでちょっと時間があるので、3月下旬はこのパンツ一択でちょっと僕はゲットしたいなと思ってます。多分これは話題になりそうな気はしてますね。いいんじゃないでしょうか。はい、そんなところがセオリーですね。それと合わせてじゃあ、JW アンダーソンも見ておきましょうというところなんですが、これ結論から言うと僕は欲しいと思うものはなかったかなというところなんですよ。それはなぜかというと、先ほど綺麗めのセオリー、カジュアルな、JW アンダーソンというところで、ちょっとねカジュアルで可愛いんですよ。良くも悪くも可愛くて、これを大人世代が着てしまうと雰囲気は大人の感じなんだけど、服のテイストが子供っぽいというところの違和感がなんかマッチしない可能性が高くて、ちょっと危険な気はするんですよね。例えばオーバーサイズコットンパーカーとかね、まあ、このあたりもね、すごくいいっちゃいいんですが、まあ、カジュアルなこういったパーカー、パーカーなんですけども、コットンのやつですね。これだったら先日もご紹介したユニクロUのオーバーサイズブルゾンの方が、
質感も含めてかっこよかったと思いますね。大人の男性がシャープにスポーティーなものを着るんだったら、あっちの方が全然僕が完成度高いかなと思うんですよね。まあ、好みなので、一人の男がただぼやいてるだけという形で受け取ってもらえると嬉しいんですけど、ちょっとカジュアルかなと思いますね。このカラーブロックのやつもね、やっぱりちょっと子供っぽく見えるかなと思って、僕は難しいと思いますね。配色もこうブルーと赤、ブルーとレッドとか、こういうオリーブとグリーンみたいな感じもちょっとね、大胆すぎてはまらないかなという感じはしますね。まあ、シャンブレのオーバーサイズワークジャケットなんかはね、個人的にはなんかこういう感じもいいかなとは思うんですが、半袖でこういうディテールがあってっていうとね、ちょっとこう子供っぽくなりがちかなとは思いますね。まあ、3000円でこの感じが買えるのはいいんですけども、もうちょっとこう生地の質感だとか細部のディテールだとかも含めて、高くてもいいからいいものを買いたい、もうちょっとこう投資をしてでも大人でも似合うものを買いたいなと思っちゃうので、ちょっとこうここまでは買いたいという欲求はそこまでは出てこなかったかなと思いますね。色も綺麗で、こういったものをなんか若い世代の方がさらりと着るんだったらなんかかっこいいような気がするんですけど、ちょっと大人が着ると、マッチしないかなと思うんですよね。そう、オーバーサイズシャツってところで、これなんかはね、割と良さそうな気はするんですよ。シンプルなホワイトとか、あとはね、色のこのカーキなんかすごくいいなと思ってまして、ベージュよりもちょっとこう深めのカーキっぽい感じになっていて、色なんかはすごくいいなと思うんですが、結構ね、気になったのが胸元にね、これあるかな、ロゴがついてるんですよね。見えるかな、これだ、このロゴ。僕デザイン的にはめちゃくちゃ可愛いと思ってて、しかもその本体と色を合わせているのでそんなに目立たないんですけど、でもロゴって結構、個人的にはない方が好きなんですよね。ここのあれ着てるなって感じが外から見ても多少感じてしまうし、自分の中でもロゴがあることでここの着てるなっていう感じがしてしまうので、なんだろうな、そういった個性みたいなものは僕はない方が個人的には好きなので、これは惜しいなってところですかね。はい、スウェット見てもちょっとこう、ね、先ほどのブランドのロゴといいますか、この船ですよね、こういったものを押したいのかなとは思うんですが、ちょっと子供っぽいですよね。ボーダーも旬ではあるんですが、かなりこう太めのこうラインなので子供っぽい。ポロシャツもなかなか難しいっていうところで、ボトムスも含めて、どれもちょっと個人的にはしっくりこないというか、世代じゃないですか、大人世代にはこういった JW アンダーソンもいいんだけども、個人的にはセオリーの本当にこうシャープでブランドのこう感じが前に出すぎていないから、着ていてもどこの何を着てるのか良くも悪くも分かんないですよ。そっちの方がいいんですよね。あとはもう着方とかコーディネート次第でいろんな色付けができるので、そういった意味では大人の男性はそんなにこうね、あのブランドネームだとか色とかデザインでこう特徴出しすぎない方がユニクロではいいのかなと思うので、そういった点では完全にセオリー推しかなと思うので、ぜひそのあたりは確認していただければなと思っておりますという感じでしょうかね。はい、ということで今回はもう取って出しという形で皆さんに動画をお届けしてるんですが、ユニクロのコラボレーションラインですね、セオリーとのコラボレーションラインと JW アンダーソンのコラボレーション2つ見ましたが、大人の男性はセオリーに軍配が上がるんじゃないかなと思ってまして、その中でも要チェックなのはシャツジャケットのライトグレーと、女性もののタック入りの、スラックスですね、イージースラックスみたいなものがめちゃくちゃ良さそうです。この2つはいいですね。なんか個人的にはセオリーとのコラボレーションも割とシンプルなので、わざわざ買うこともないかなって思ってる時期もあったんですが、最近はなんかちょっとだけひねりがあって、その感じがなんか良いのと、もともとセオリーのこうベーシックで、ね、使いやすいデザインというところとうまく今っぽさが融合されていて、なんかすごく使いやすいかなと思うので、セオリーめっちゃおすすめです。はい、発売日にまたレビューしてみたいなと思うんですが、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思ってます。ぜひ皆さんね、コメント欄で、どれを買おうと思ってるのか、
をですね書いていただきたいんですね。僕コメント欄めっちゃ読んでて、返せるものは全部返してるので皆さんのご意見に触れさせてください、もしくは、ユニクロの通常ラインでもこのあたり良かったですよっていうものがあったら、常にね僕情報を集めてるので皆さんの率直な意見をですね、いただけたらなというふうに思ってます。こんな具合でこれからもですね大人の男性に向けてメンズファッションというのをですねなるべく分かりやすく、まあこういったねニュース性のあるものはなるべく取っ手出しで出していきたいなと思ってますので、これからもお楽しみしていただきたいなと思ってます。ぜひまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとはですねもう一つ、こういったなんだろうなリアルタイムで情報を出したりだとか、あとは僕が大好きな個人的なね買い物ですね、中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ運営している、まあ、有料のチャンネルになるんですが、YouTube メンバーシップチャンネルというものがありまして、そちらで解説してます。週にね今4本のペースで配信をしてまして、そのうち1回はですねまあ大体土曜日になるんですけども、ライブ配信してます。僕はこの本体の YouTube では1回もライブをしたことがないんですが、メンバーシップでは週1でやっているので、そういったものと皆さんと交流しながらねコメント読みながらリアルタイムでどんどんこう質疑応答しながらやっているので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなと思っております。はい、ということで以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。